こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはローストチキンです。ローストチキン。150か 200g の間の鶏もも肉を2枚焼きました。主食は酢うどんですね。ローストチキンを焼いた時のチキンスープで、作ってます。で、万願寺ピーマンと万願寺唐辛子と豆腐とキャベツの、炒め物というか蒸し物ですね。これで全部になります。鶏もも肉は2キロの冷凍を1袋開けたので3日から4日はずっと続くことになります。ずっと同じものが続きますね。体重どうなってるか、随分と我慢してるんですけどね。体重 57.0、100g だけ減りましたね。体重 57.0、体脂肪率 12.3、基礎代謝1347、内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.4、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6、 もう一度体重 57.0、 体脂肪率 12.3、 内臓脂肪レベル4です。もう一度サムネイルはローストチキン、主食は酢うどん、豆腐とキャベツと万願寺唐辛子の、野菜蒸し。以上です。